畠山慶治さん、当時14歳。爆心地から 2.1km の江場で被爆しました。広島商業学校の生徒だった畠山さんは、学徒動員の夜勤明けでした。 B-29 の爆音を聞いてキュウリ畑に隠れていた時に被爆しました。畠山さんは学生時代から野球が好きでした。広島商業の野球部の部長として全国優勝を果たしました。今は広島商業高校の校長を務めています。自らの体験から平和教育に力を入れています。なんかこう B-29 の音が聞こえるわけですよ。この B-29 の爆音っていうのはね、独特な音がしてたんです。だから B-29 だということは分かってたんです。でそれで少しこう移動しまして、この辺がちょうどキュウリの畑があったとですね、キュウリがあったんです。ずっと見てたんですけどね、こう太陽光線でまばゆいもんですからね、キュウリの畑に隠れて、そしてその日差しをそのカバーしながらね、こう B-29 をこう探してたわけですね。いくら経ってもですね、もう見えないですね。 B-29 音はするけれども見えなかったですね。それでまああまり強い光線だったもんですからね、逆にその南の方へ向いた時にピカッと来たわけですね。もちろんドーンという音もあったんです。それでここへ伏せてるわけですからね、気がついてパッと今度はこっちが来たになるわけですね。来たを見ましたらね、私の家の屋根のね、瓦が半分はずれてるわけですよ。それから私今ここ南におるんですけども、北の道路が見えるわけです。壁が全部スースーですから、建物は倒れなかったんですね。この辺は爆心地から 2.1 キロですよ、ここは。それで壁はもう筒抜けです。それで屋根にあった瓦も半分はずらっとずれ落ちてるんですね。そしたらこう向こうがずっと見えるわけですね。そういうふうな状況で、これはね、もうほんの近くにですね、ここにお宮があるんですよ。自陣車っていうんでね、土地を沈める自陣車っていう、その辺に落ちたと思ったんですよ。というのはもう5、60メートル先ですよ、私の家からね。ですからその辺にもうなんか爆弾が落ちたんだと思ったぐらいですね。非常にまあすごい状況だったわけですね。まあ普通爆弾っていうことは経験がなかったんですね。でよく広島は空襲警報になってもね、広島の上空の上はね、爆弾一つ落としてなかったんですよ。だからあの日は最初警戒警報が発令されてね、で警戒警報が解除されたんですね。解除されていたから、おそらく市民の人はみんなこう日々の行動に移ったんだと思うんですね。ですから一番その人がたくさん集まった時に原爆が実際落ちたのですね。私自身の状況から言うと、自分で驚いてみたら、もうそういうふうな状況でね、南から北に通してですね、家を通して突き抜けてですね、見えるのは柱だけですから、そういうふうな壁という壁が見直してて、屋根も屋根瓦もずっと半分ずれてました。もう目の前にこれはもう落ちたと思って、それですぐ私はもう家帰ったわけ。そしたら父親がですね、その母親が、父親の状況を言いますとね、戸を開けて、玄関の戸を開けて、そして自分で勤務先へ出ようと思った時に爆風で飛ばされてるわけです。ですから光線は当たってないんですよ。その代わり爆風でですね、家の中へ投げ込まれたわけですね。だから戸を開けてるもんですから、ガラスの破片は受けてないわけです。父親は光線も受けてないんです。その代わり爆風でその後ろの方へ晴れとされてるもんですからね、3ヶ月ぐらいね、お尻がね真っ青だったんですよ。これは父親の状況です。そして母親がちょうど鏡に向かってお化粧してたんだと思うんですね。そしてそのお化粧をしてたその鏡の破片がね、体中へパーッと突き刺さったんですね。ですからもう血吹き出てたわけです。でそれは私は知らなかったんですが、お母さんがこういうふうな状態だから、ここを押さえここを押さえで言おるわけですよ。ちょうど私の姉も家おったんです。
すぐ上の姉がね、もう一生懸命こうやって2箇所しか押さえられないでしょ。で今度は私が帰ってきて、あそこを押さえ、ここを押さえということで、だから父親も押して3人で6箇所を押さえたわけです。で6箇所ぐらい血が吹き出てたからね、まあたくさん吹き出てたところをですね、まあ、3人で押さえてた。そのうちになんとかこう、まあ血もあるとかなり出ましたからね、出血しましたからね、まあ少し収まったような時に、私の一番上の姉のがちょうどエヴァの小学校に勤めてましたから、もうお姉さん呼びに行けというもんですからね、私はもう駆け足でエヴァ小学校まで姉をまあ迎えに行ったわけですよ。そしてまあ姉に戻らしてですね、もちろん学校の方も大変だったんですけども、ちょうどその時は教頭先生に許可を得てね、まあ生徒もまだ登校する、児童も登校する前だったんでしょう、だからいいからということでね、まあ帰ってきて、まあそういう、まあ、看護したということですけどね。私のすぐ上の姉はその母のこう出血してるところを止めた一人ですけども、家の中におりましてね、タンスがねパーンと倒れてきたんですよ。だからタンスが倒れたもんですから、ちょうどそこが三角形になってね、で三角形になったもんですから、ガラスの破片は受けてないんです。ええ、まあ広島三日三晩焼けましたからね、焼けるものがなくなるまで焼けたですからね。で私があれでも2日ぐらいは家にいたでしょう、まあそういう片付けをしなくて、それで肘山にね、我々のまあ学校があったですから、そこの肘山の方へ行ってみたり、それからもう建物倒れてるわけですから誰も来てなかったということで、もうみんな帰る、もちろんみんなもうあの当時はそういう状態でも学校へは必ず行ってね、連絡先を確認したりね、やったもんですよ。で我々も日本製鋼所の船越の工場へ行きましてね、3日目ぐらいで行ったと思いますよ。それで行きましたらね、もう工場の方もそういう作業してる機械の音も全く聞こえない。ですからもう工場そのものが、おそらく広島周辺の人が多かったから、原爆を経験して体験してほとんどこう悲惨な状態になったから、作業そのものが、工場そのものが閉鎖されたような状況だったんですね。でそれを確認してまた帰ったわけです。ですからまあ三日三晩は本当にもう焼けるものがないぐらいまで燃えましたしね、だから鯉の方からも、もうみんな緑のものはなかったですね、全部なんていうか焼けて茶色になる、焦げ茶色に、松一本一本が焦げ茶色になってたんですね、はい、それからまあ製鋼所の方へ行く場合に川をこう通っていくわけでしょ、橋を通っていくわけです。そしたら橋桁へですね、材木がこう全部こう連結してあるわけです。そしたらね、人間がプカ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 浮いてるんですね、はい、だからそれが広島湾の方へ流れないように、いろいろその柱をね、ずっとその橋の橋桁へ結びつけてね、人が流れてくるのを全部せき止めるようにしてね、でそれを一人ずつ上上げてはね、仮装してましたよ。ですから広島はね、そうですね、1ヶ月ぐらいはね、人の焼く匂いが蔓延してましたね、そういう状況だったんですね。でまあ私らも20年それでまあ終戦になるわけですけどね、まあ高校野球の方関係してるんですけども、我々の同級生のマネージャーの宮川というのがおりましてね、その宮川君というのが野球部のマネージャーで非常に世話してて、一緒に甲子園行ったメンバーですけどね、そうですね、今から15年ぐらい前ですかね、15年ぐらい前、もう少しなりますね、20年ぐらいになりますね、やっぱり彼も原爆病でね、死んだですよ、はい、ですからまあ広島時代に一緒に甲子園に行ってマネージャーやってた人間が、あれは天馬町で被爆したんじゃないかと思うんですよね。で昭和45年ぐらいだと思いますね、まあ原爆症が出てきましてね、そしてまあ原爆を体験して二十何年ぐらいしてから死んでいくんですからね、原爆でパッと死んだっていうならまだわかるけどね、20年は生きててね、そして21年22年頃から入院してね、そして亡くなっていくっていうのは本当に
まだまだ戦争は続いとるんだないう、そんな感じを持ちましたね。まあいろんな意味でマネージャーっていうのは、その我々選手一人一人を非常にその大切にしてくれてね、まあある意味では男の中の兄貴分的な存在だっただけにね、非常にまあいい友達だったわけですよね。まあそういうふうなのが我々だけの世界だけじゃないですね、みんなあるんですね。それと当時広島でね生きてた人っていうのは、僕ね奇跡的に助かった人ばっかりですよ。大概死んでるんですね。ですから奇跡的に助かった人ですよ。姉がタンスが倒れてきて、でそれで陰で助かったと。もちろん光線も抑えることはできたし、またガラスの破片は受けてなかった。父親のように戸を開けるのが遅かったら、あれはおそらくガラスの破片を受けてるはずです。で母親が一人鏡の破片を受けたけども、たまたま3人でですね血止めをすることが、まあ、できたと。しかし、まあ、3日3晩は物も言わなかったし、もう真っ青い状態でね、出血大量な状態だったですからね、まあ、それもなんとか助かった。ですから私の弟はちょうど三好の方へ疎開してましたからね、まああれで助かったわけですが、広島におられた人はもうみんなね、そういう奇跡的に助かったって、そういう状態ですね。